式新喜劇は俺知ってば聞くほど落語界より村社会というか、マネージャーも前のマネージャーも吉本新喜劇行ってほんまに政治ですと、これは政治の世界です。そうだ、はい、ね、かえーと思いながら、ひどいひどい言うたら失礼やけど失礼でもないな、ね、ほんまに。だから森谷さん、あんなにねえおもろいほどテレビ出て一発ギャグして一番フューチャーされたの今干されかけてる。えらいもんでな、えらいもんで、ね、会社にいろいろ言うとあかんわと思いました俺4年目ぐらいで気づいてましたよ、会社に文句言うとあかんの。いやいや、コロナ禍でね、やっぱあのコロナにはなりましたよ、コロナになりましたけどね、やっぱメンタルコロナみたいな感じ。メンタルコロナ、はいはいはい、聞いたことないやつやな、はい、違うワクチン打たれてる戦いすぎるっていうもし元ワクチン打たれすぎて戦いすぎてワクチン焼けみたいなしてるんだろ。いやいや、でもね、新喜劇だと座長目指してるんですか、やっぱりどうな。いや、今回だからその総選挙をやらせてもらって、やらせてもらって、はい、森田さん総選挙の結果も前も良かったんでしょ。良かったけど、はい、別にランクインしてるっていうだけで。いや、それめっちゃくちゃすごいです。めっちゃすごいことです。これはでも僕がすごいじゃなくて僕のファンがすごいです。僕ファンにはこびんねんな。ほらそうやんか、応援してくれてる人たち食わしてもらってるから。食わしてもてへんもん一銭も金なってん俺。いや、一番芸人っすよ、はい、ファンを大切に。いや、そりゃそうよ、先輩には別にこびずに。こび今それはでも内場さんなんかは先ほどまで一緒に飲ましてもらったけど、それはもう内場さんのおかげよ。そら好きな先輩にはちゃんと。そりゃそうやから、義理人情ちゃんと。むちゃくちゃ、俺もう年間100万ぐらい飲ましてもらったと内場さん。へえ、あの人なんかのほんとして後輩とか連れていくタイプちゃうんかな。いや、もうえげつないぐらいお世話になった。へえ、ほぼ毎日のように一緒に酒飲ましてもらったと、一時期は。うわー、ええっすね。座長が折り張るちょっと前ぐらいのところまではもう本当にどんだけ連れてくれて、どんだけええもん食わしてもらえたというから、むちゃくちゃ世話になった。へえ、粋な先輩なんですね。そうです。確かに内場さんの悪口言うん聞いたことないな。まあ言えますよ。なんでなんで世話になった人の悪口、悪口ゲーすぎます。違う違う違う、世話になった人の悪口まで言えます。違う違う、いや、これはそのこれはネタとしてよ。ああ、まあ、じゃあ、まあ、いや、俺も芸人分かってますよ、それ俺がここで笑いもない本気の悪口言いませんと、まあ、あらあかんとは言わんけど、こうやって振り合って、僕やってちょっと笑えるクソできる悪口が言えるとね。そうですよ、悪口芸もっと世間出してったの。いや、それはもう、まあ、こんなんですけど、今度、まあね、できる限りね、うん、ただこの間、その僕なんかトークイベントやりたいんです、続いて、はい、どういう内容ですかって言った時に、はい、あの悪口言いたいって言うたら多分こう無理やろうなと思ったから、いや、ちょっとこう毒を持った、はいはい、トークの中でこう、はい、皆さんにお客さんにこうデトックスしてもらうみたいな、はい、そういうあの心にあの何だろう、こう優しいね。ほんまや、ほんまみんなに言いたい、おい粗品さん、お前なんか市民権って人の悪口言うてるけど、森谷さんぐらいだと市民権も言ってないのにちゃんと先輩の悪口言うてるんだ、おい一番リスク背負って、もう粗品さんをお前市民権得てみんなの人気やと、お前の上やから下のやつ悪口言うてんだやろ、森谷さんだけやぞ戦いっかんでる人の悪口言ってるの。誰が戦いっかんやねん。これが一番の原因やぞ、おいほんまぬるいとこで悪口言いやがって、おいどこを褒められてんだよ。結果出してから言うなよお前。結果も出してんよ。これがほんまの悪口やねん、お前一番の悪口やねん。俺に対してはほんま宮迫さんみたいなおねえ、ちょっと下がってるところに噛みつけ、こっちはお前現役雑草の悪口言ってる。現役ちゃうけども、あれだ。いやいや、そうや、もういやいやいや、でもそれめっちゃええと思うんですけどね。いや、できんかったんですか結局。いや、まだ分からない、10月にできたらなと思ってますけど、はい、でもやっぱ工作誌にも一面持ってるじゃないですか、はい、あれは一人舞台、自分の喋ったこと喋れる時間あるから、森田さん、それもそこでバチンと悪口言いつつ、はい、最後講師を決めたらめちゃめちゃええ舞台にはなると思います。だからこの間もその2席ある言うて、2席2席やけど、私はもう前座で行って、はい、30分ぐらいの悪口。おい粗品さん、言えるんか、30分やぞ悪口。7分ぐらいの悪口って言えて、これ30分ぐらいの悪口で、それ45分ぐらい喋ってもらって、やばすぎるって。人授業、人授業、学校の人授業、国語スタッフの悪口、悪口やってもらって、すごすぎるって。そんなにやっぱ思うとこあるんですね。いや、でもそれ何やろ、なんか
喋ってるのが好きなわけじゃないけど、聞いてくれる人がいてるから、お金払って聞きたくない話もあったやろけどすごいっすね、俺たちさん。いやいやいや聞いてくれる人もいてるから、聞いてくれてから、はい、でまあまあもちろん、あのでもね、俺がいつも思うのはやっぱうちの師匠の芸見ててもそうですけど、結構なんか笑いって怒ったこともめっちゃ笑いになりやすいです。うちの師匠だから、YouTube 見てもらうと分かるんですけど、名古屋の味噌煮込みうどん屋さんに怒った話とか、あれ面白いね、で枕でよう言ってたのは奥さんにちょっと怒った話とか、飛行機 JAL アナかどっちかせずに怒った話、やっぱ人が怒った話ってね、これ実はおもろいんですよ、はい、怒った話、怒った話は気も乗るし、自分の気持ちもバーンとこの、はい、聞いてくださいよってなるから、これ実は一つの一番ええ笑いの取り方というか、お客さんの見せ方の一つなんで、むちゃくちゃその後輩にこんな怒った話聞いろって喋れないですよ、お前喋ってみてください。いやこれほとんどまた本人が見てうーってなるかもしれんからな、これもカットするけど、はいはいね、長期のカットになりますけど、一番聞きたいのはね、それこそね、はい、先ほどの師匠の話で出ますけど、はいはい、ね、一門で大きいことがあって、はいはい、師匠がお亡くなられたっていう、はいはい、ね、はい、大きかったじゃないですか。まあまあ正直そうっすね、もうなんか師匠、はい、それなんか どこで、じゃあその時青葉さんはどこにおったとか、そのなんか僕はあの女の人とは朝一致してましたいいねいいね、ほなら、ほなら、ほなら朝6時ぐらいに電話かかってきて、はい、で朝6時に、はい、俺めっちゃ泣き虫なんで、はい、兄弟子がかかってきて、ああと今も泣きそうやな、急にいいじゃないですか、いいじゃないですか、俺はもう師匠亡くなったって聞いて、ほんでもう朝そんなの4回ぐらいしかしてない、うん、女の人の家でベッドの上でブル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 言うて、どないしたんって言われたけど、それ言えへんから、むっちゃ、なんかもう泣いてるしや、なんかどないしたんって言われも腹立つから、でもなんか、なんやねんって、もう言って急いで、女の子に座っとったんですけど、すぐ帰ってって感じっすね。いやでもなんかその、親じゃない、言うやむちゃくちゃ。あでもね、俺親っていう人もおるけど、なんかね、なんともいいです、親でもないし、兄貴でもないし、はい、家族でもないけど、めっちゃ好きやし、おとんの言うことおかんの言うことは聞いたことないけど、師匠の言うことは聞けるし、あこれだから、ね、師匠以外に実はなんか俺はまあ人それぞれやけど、師匠は親みたいなもんやっていう人もおるけど、はい、師匠はもう師匠しかなかったです。あ、うん、まあね、僕なんかその親みたいな人で言いながら、その親に感動されてそのままやからね、その感じは。いやいや、すごいですね、肉親の悪口まで言えそう。いや違う違う、いや肉親やけど、親みたいな副将師匠ね。そうか、そうですよ、森谷さんも前も話したけど、そうか、最初か、で舞台好きなんですね、森谷さん。やっぱ結局やっぱりその将軍で副将という人のところに弟子入りしたことから、なんかいろんな間違いが始まったのかもしれないし、私はそうか、落語家のその師弟の関係も分かってますしね、はいはい、ごっつい関係なんですか、正直、はい、師弟ってなんかそんなね、もうその中で、この間の会の打ち上げで、いや、森さんの我々講談はね、落語ですねって、こう、何期とか言われたら、ちょっともうイラッとする。いや、それはイラッとする、はい、それ後輩は、もう怒られてなんぼの、正直、僕もちょっといらんこといいなんで、はい、ようそれ怒られました、師匠とかに、お前、お前、今、はい、うちの人は人に嫌われたらあかんで、むっちゃうちの人が実は一番気遣いで、人の何やったら箸で飲んでんのに箸のやつ喋ってないな思ったら急に振ってあげたりとかするし、優しい人がタバコの、もう師匠がこう一番先輩からわーってみんなやってて、箸の方でタバコ吸ってるやつがおる、お前もう灰皿、灰捨てやとか、めっちゃ一番周りに気遣ってたりしてるし、すごい。だからうちの人は俺が変なこと言ってたらやっぱ気ポンポンポン、お前あんな何や打ち上げあんな言ってたなみたいな、おお、いやすいませんみたいな。青葉さんが一番下、俺より下が両葉さんより紫尺師匠の息子なんですけど、ああそうかそうか、紫尺師匠の息子なんでめっちゃエコ引きされてるめちゃめちゃむちゃくちゃ、なるほど、俺ばっかり家の掃除してたよはあ、それはなんかまあ言うや、うちの師匠ね、紫尺師匠も大好き、大好きやから、でやっぱ紫尺師匠あんな世話になった紫尺師匠の息子さんやから言うて、だから俺師匠に呼び出されて、僕と両馬さん2人寄って、
両場お前青葉のことなんて言ってんの、それはもちろん青葉兄さんです。おで、お青葉両場のことなんて言ってんの、ほら弟弟子なんですけど、ちょっとせあの年上なんで両場さんって言うてますって、うちの人が、おな両場もう青葉にな兄さんつけんでええから。えどういうことと、それはちょっと話変わるでしょ。でも両場さんもかしこまりました。ええー、でもね、うちの人は多分俺が一番下やでっていうのを言いたかったんですよ。おお、うん、まあでもまあそうか、でもじゃあまあそういう意味で言うと、はい、まあ、俺が一番下です正直。そう思って今も生きてるし、気持ちの上ではもうそう割り切ってしまう、楽やん、はい、めっちゃ楽です。だってうちの師匠はめちゃくちゃええ人で、めっちゃ気ぃ使い、めっちゃ優しいから、うん、その子爵師匠の息子さんをに偉そうにできる人じゃなかったっす。ああそう、はい、いつも子爵兄ちゃん子爵兄ちゃんって言って、子爵師匠の息子さんにそんなグワーなんて言わない。なんか本人は僕も怒られましたよ言ってたけど、うん、そう俺の怒られると全然ちゃう俺もう去年なんて年間4回ぐらい波紋になりかけてますわあ両方さん1回もなってないと思うんですよ、波紋や、そらせえへんやろ。だからうちの両方さん、これめっちゃ両方さんめっちゃええ人、これは放送するんやったら両方さんめちゃくちゃええやつやし、はい、でめっちゃ落語も頑張ってるし、今後子爵になってほしいし、大看板やし、落語もおもろいし、人間的にもええけど、はいはいはい、やっぱりうん、なんて言ったんやから、まあうちの人は両方さんいろんな人に断られてはったんです、いろんな人に弟子入りって。もちろんそれはキーとじゃ子爵一門にこれ言ってんから、まあまあええとええと思うけど、子爵一門に弟子入りって、うん、それはもうそうっすよ、子爵一門じゃないかな。で誰も取ってくれへんから、みんな断られてる。両方さん多分いつそれはいろいろあると思うんです。あそうなん、はい、これはちょっと言う放送しないと言えないです。なるほど。でうちの人が優しいから、うん、もうただただ子爵には世話になったから言って自分の弟子にしてあげたっていう、もううちの人のただ単の人間の懐の深い、まあこうなんですけど、一門の上で息子さんってなった時に、はい、一門が育てるわけですよ、子爵一門が。そうや、子爵一門も最高っすけどね子爵一門最高、子爵師匠の息子さんやから落語やってほしいみたいなのを言うだけ、僕は一生しませんみたいな両方さんが言ったみたいな噂、噂、これはほんま噂なんで、それより今さら43で落語なんてできへんみたいな。ああ、その年から入ってきた。そう、だから志らく師匠は、俺志らく師匠の DVD 見て思ったんですけど、僕も43なんでぼちぼち芸の曲がり角でこれから落ち着いて喋れますって志らく師匠が言ってたんですよ。その年齢で今から一からするっていうのは、志らく一門は落語にめちゃくちゃ真摯に向き合ってるし、お父さんがこう言ってるから、今そらそんな息子さん大丈夫、息子預けへんみたいな気もあったやろ思うし、多分いろんな気持ちだったやろし、でうちの師匠が、いやもうほんま優しいですからね、うちの師匠めちゃくちゃええ話、はい、俺なんて、ほんま他の師匠やったら 100% 波紋になってるけど、まあね、まあ、誰が言ってんの師匠も優しいから、まあね、俺泣いて謝って許してくれる師匠すぐ泣くからはい、すぐ泣くよー言うてそれはもう師匠譲りの涙のごめんなさい涙のごめんなさいほんまだから、あ芸人で一番心広いの実は怒ってるってイメージあるかもしれんけど、うちの人が多分どう考えても一番心広かったと思う。先日のお別れ会も私行かせていただいて、いやそうですか、ありがとうございます。いや全然全然、もうそれはもう何でしょうね、やっぱああいうところに行ってちょっと最後のお別れをね言えたらなと思いましたけど、うん、なんかいい会でございましたね、うん、そのずっとこうザコパ師匠の落語が流れてる間ずっと貢献、あれ面白かった、おもろい。うちの人は落語の登場人物全部できるから、はい、あの可愛い、はい、ちょっと抜けてるとこもあれや、はい、怒りっぽいとこもあれや、はい、人に愛される可愛げもあれや、だから落語の登場人物全員当てはまる性格持ってはるから、どの落語を指してもやっぱりおもろかったです。あんなガラガラの声で、はい、そう、ね、声は良くなかった。いやあんなガラガラの声なんだけど、はい、うちの人の悪口も言って、いや違う、はい、女性をやらはった時にものすごい女性に見える。ああだからうちの人は、はい、女性ならではの繊細な人の気使うとこ持ってるし、ね、男みたいな豪快な一面持ってるし、なんか結構な存在でしたね。なんかいろんな性格持ってる。ああでうちの師匠だけちゃいます、身内評判が一番。ああそうじゃん、外面ええくて世間の人に好かれてる人ぎょうさんだけど、ああうちの師匠は絡んだ人に全員好かれてましたからね。外面よくて世間の人に好かれてる人はいっぱいおるけど、はい、変な燃料を変な燃料与えました今
だからまあまあ稀有な存在のなんか落語するために生まれてきたんちゃうかないうぐらいの、その一生に巡られて、だから、はい、ねえ、だから急やったでしょ、だからそのなんかずっと病状に伏してあるとこじゃなかったけど、はいはいはい、だからもうそれこそ僕はその2週間か3週間ぐらい前にちょうどたまたま舞さんとお食事一緒になったんですそうなんですよ。でそこでそのまあここ別カットしますけど、はい、三尺さんの悪口で盛り上がってどこでも悪口で盛り上がってるうちの師匠の娘さんとも悪口で盛り上がって、はい、三尺さんの悪口で盛り上がって、ね、悪口漫談すごすぎるって用意はしてもうてね、はいはい、楽しい会で、はいはい、その後急にもうドンっていうね、そのご本人がもう足元救われるんじゃないけど、はい、衝撃受けあるぐらいのことがあったから、うん、なんてお声掛けしていいかわからなくて、うんうんうん、でまあ、そんなのあってもちょっとお別れがいかしてもらおうと思って、いやありがたいですよ、だこれからでもね、3人の方がもう襲名されて、あ、そうなんですよ、あ、広場にさん同期すんね、そう、広場君が何なの、力蔵言って僕なんですよ、力蔵で、なんか5年か4年前、俺森田と飲み行って楽しかったねみたいな話してましたよ、うん、なんか嫁はんとこじれてるっていうのに餌食いついて僕に連絡来たんですよ、ひろきさん、綺麗な奥さんもらってんすよ、ひろきさん、なんかそこが許されへんだよ、なんでやねん、いいやな、ひろきさん可愛いよ、いや、ひろばくんここ来ても喋ってもらおうかな、あ、めっちゃ盛り上がると思います、ひろばさんも優しい、おもろい、はい、で、襲名もあるから、もし森田さんよかったらまた、全然ひろばくん喋りたいことがあるわ、じゃあひろばくん呼ぼう、あ、全然いいっすよ、ほんと、はい、めちゃめちゃいい人、じゃあちょっとこのコーナーに行きたいと思います、リコメンレッシュのスウィーク、このコーナーゲストの方もお写真を紹介するコーナーでございましてね、あちらの方の大きいモニターにご注目いただきたいと思います、何枚か送りますもんね、俺森田さん言われて、はい、あの一番これええわ、なんでやろいや俺いやこれ何やろ、これ生きてこれいやこれ何やろいや俺がなんかね、バンド組んでて、え、今も今もちょっとたまに組んでて、で9月3日また繁盛亭でもやるんですけど、えで、そのバンドの合間で僕めっちゃオンチなんです、え、オンチやのにギターいいって、で、それでウケるかなと思って、うん、で、なんかめっちゃアーティストになりきって、あ、僕の YouTube で上げてるのよかったら見てほしいですけど、あ、ぜひぜひぜひ、で、今日はどうもありがとう、小声で喋るっていうボケして、おうおう、で、それはちょっとウケて、うん、何言うてやってん急に、で、オンチやけど真面目に歌うんってちょっとおもろいじゃないですか、お前それはもう真剣に歌ってほしい、カッコつけて、うん、真剣に真面目に歌ったらみんなが一生懸命やって笑ったらあかん思って、あの気ぃ使って手拍子までしてくれてで、変な空気になって逆に、はい、その後盛り下がったって、うわみんなが気ぃ使うだけの回なって思って、もったいないよ、そうやね、でも YouTube またよかったら見てください、へぇ、バンドはでもそれ置いてギターも弾けるんでしょ、じゃあ、いや、遊びでね、あ、それこそだから龍馬さんと、はいはいはい、龍馬さんと志らくの息子さんは元バンドマンなんですよ、あ、そうなんですか、結構ええとこまで行った、ぐるぐる映画館行ってね、めっちゃええとこまで行った、ご存知なんですね、シェイムね、シェイムもやってたんですね、そうそうそう、いろんなバンドやってて、でも龍馬さんもやっぱすげえ才能、いろんなもんじゃあエンターテイナーなんだ、そうなんですよ、ああ、それはまあいろいろあったでしょうね、はい、で、お父さん、試着した息子やから多分きっと才能もいっぱいあるで、プラスだってお母さんは三味線弾きで、あ、よう知ってますね、はい、で、お母さんジョーさん、さすが昔の芸人さんでね、ジョーさん、ジョーさんっていう3人組めっちゃ可愛くて人気ある、はい、あのトリオ、ま、あれなんて言ったんですか、音楽漫才、だからほんまに芸能一家なんですよ、さ今私三味線習いに行ってるんですよえ、それは俺講釈はめっちゃええなと思ったけど三味線はちょっと一丁が見せますけどそれはちゃうって講釈は絶対おもろい人やから舞台でわーってやけど三味線一丁が見すぎますってお囃子とか出囃子とかできるやつ講談師いないでしょおお落語家もおらんすとかもうでしょ、はい、でもそれじゃあ太鼓やりますやん、うん、僕太鼓は叩きますやんまだ、うん、教えてもらってたからうん、はい、あそうです副所長そうです全部ちゃんとやってましたから、太鼓叩き一番太鼓もできましたよはいはいはいもう今ちょっと忘れましたけど、はいはいはい、もうお時間でバババってやってましたよそらタカ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 タってやってましたうわー、はい、それこそ締めもトッ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 トトントンティーッドンドンってやってましたよ染みついてんすねまだでトトトトトトトやってましたはい、はい、だからできるけどでもだから僕思うんですよ唯一人に教えられるそのお囃子をじゃなくて太鼓とか教えられるいや、新喜劇ですなんで最後いろんなコーナーもできてこんなもできる俺は新喜劇の残やねんって言うかと思ったらいや、新喜劇
ボルテンラブヨシ。ああ。